夜更かししていた諸君は昨夜ラフト刑務所の明かりがちらついていたのを見ただろう。ピーター、足元に気をつけて。ここでは有害化学物質を分析してる。まあ簡単に言うと、世に出てしまった場合の中和方法を研究してるんだよ。まあそうならないといいけれど。そんな危険なロケット推進剤が盗まれてる。しかもコンテナが壊れて漏れてる。どれどれ、監視カメラのタイムスタンプはついさっき。取り戻さなきゃ。スパイダーボットはまだ試作だけど、テストするのにいいかも。センサーで薬品の痕跡を追えるし、スイングするよりいいよね。驚かせて薬品を落とされたら大爆発間違いなし。静かな場所を見つけてスパイダーボットを放って、そこからナビゲートしよう。それじゃあおちびさん、誰かが病気になる前に薬品見つけてお掃除してきてね。僕の分身最高。コソ泥の居場所までわかる。人混みに紛れてるのか。衝撃波で人を追い払おう。怪我はしないけど、かなりうざいはず。決めが早かったり、爆発する薬品じゃなくて、ほんとラッキー。多分ダメっぽい。痕跡が消えた。逃げた。ウェブで捕まえなきゃ。やった、薬品回収。どうも。よし、それじゃああとはステーションに戻すだけ。ミニスパイダーボット使える。コスパが良くなったらもっと最高なんだけど。薬品も元通りだし、ステーションのセキュリティも強化したし、コソ泥の映像もユリに送って完璧。このステーションかなり有能。閉鎖されることはなさそう。薬品も隠したしね。
よし、とりあえず事態も落ち着いたことだし、ラボでピーター・パーカーの時間を楽しもう。これ絶対あいつの仕業だよね。ドローンを使って街中に隠しカメラを設置してるのか。カメラ回収してドローンを壊そう。あれだな。考察は禁止。あと10秒。それじゃドローン回収っと。嘘だろ、鈍すぎ。ドローンを追跡。盗撮は禁止。隠しカメラ高性能。
博士。パーカーちょうどいいとこに。さあお祝いだ。お祝い？あ、待って、アームはどこです？それすごい。でもどうやって？当該内神経ネットワークだ。神経伝達速度はなんと7秒以下だ。脳内の信号伝達速度よりも速い。義手はもう過去の産物さ。やったんだよピーター。我々はついに成し遂げたんだ。信じられない。君の神経ウェブが成功の鍵となったんだよ。あれはまだテスト前ですよ。もし何か起きたら。全て完璧だ。あ、ほら見なさい。これすごいな。でもエラー発見。電圧ノイズか。すぐ直せるはず。これでどうかな。ダメか。思ったよりひどい。安定するといいけど。クソ、ノイズの連鎖だ。これは直せないかも。頼むよ。最悪。博士。あ、博士、問題があるかもしれません。どんなものにでも問題はある。だが、リスクなしで成功は得られん。この偉業を世界に知らしめるんだよ。博士、神経ウェブが運動ニューロンを遮断していません。
抑制力とか気分とか脳の他の部分に影響するかも。もっとテストをしないと。テストは十分しただろ。今までずっと自分は出来損ないだと思っていた。だが今は違う。あなたは出来損ないなんかじゃない。でもこのままじゃ精神が侵される。博士、そうか。そうだな。大丈夫、あと一歩です。ああそうだな、バグを直すだけだ。ほら行って。平気ですか？ああ、ありがとう。そのいろいろとね。グランドセントラル駅で行われるオズボーン市長の会見を生中継でお届けします。マーティン・リーは捕まりました。私は必ず約束を守る男です。ニューヨーク市民は直に街の運命を変える決断を下すことになります。投票の際は今日のことを思い出してください。ニューヨークはより一層平和な街となったのです。嘘だ。今に目にもの見せてくれるわ。マイルズは無事かな？ピーター。やあマイルズ、リーのニュース聞いてどうしてるかなと思って。なあ、あそこで働くのが嫌なら全然構わないよ。一瞬やめようかと思ったよ。でも父さんの言葉を思い出したんだ。ヒーローは決して諦めたりしないって。そうだね、それが正しい行いなら。紹介したのは僕だし、無理に君を縛りつけたくなくてさ。リーがしたこととここのみんなは関係ないでしょ。みんなを助けたいんだ。僕がここに残れば父さんも喜ぶはず。きっとそうだね、マイルズ。僕も嬉しいよ。話し相手が欲しくなったら言って。ありがとう。行かなきゃ、オフィス用具のお使い頼まれてるんだ。またね。テーブルユニットへ、リトル東京の状況を報告せよ。本部、検問所が襲われました。デーモンです。大惨事になる前にどうにかして止めなきゃ。武器を下ろせ。おめでとう警部、犯人逮捕。あなたもね。どっちでもいいけど、僕が言いたいのは働き詰めだよってこと。旅行でも行ったら。旅行は好きじゃないのよ。でもリーの手下を捕まえたら旅行に行ってもいいかも。飛行機もスーツケースもなし、ただひたすら眠りこける。パーティー漬けじゃなかった？ま、リゾートじゃないにしてもとにかく休むんだよ。
ピーター。あ、大丈夫。なんとかね。一人でここを切り盛りするなんて無理があるよ。誰かがやらないと。少し寝る時間が減るくらい平気よ。そういえばリーさんから連絡はあったの？いいえ、マーティンはあんなことする人じゃないわ。何があったにせよ、あれはマーティンじゃない。それで MJ とはどうなの？ MJ とはなんていうか、そのちょっと訳ありでさ。誠実さ、それが長続きさせる秘訣よ。喧嘩したことは？そりゃもう若い頃はしょっちゅう。それで、あの子には本当の自分を見せてるの？おい、音量上げろ、聞こえない。警察は会見で、このトラックこそがグランドセントラルの攻撃に使用された装置を運んだトラックであることを公表しました。いつまで続くの？ピーター？渡辺警部です。伝言どうぞ。ユリ、今どこ？これ聞いたら電話して。デビルズブレスが盗まれてないといいけど、頼むよ。デーモンにトラック奪われたらヤバいどころか大惨事間違いなし。どっか行って。ほら、こちら西部の本部、サットンプレイスの最新状況を報告せよ。デーモンの攻撃を受けている、応援を頼む。デビルズブレスは奪われたけど、それどころじゃないの。ライカーズ、急がないと。乗って。何があったの？組織的な攻撃よ。外部の協力者がいるみたい。全ての独房棟が破られた。このままじゃじきにライカーズの囚人たちが5番街にあふれ出すわよ。ラフトは無事？そっちは無事。セキュリティも厳重だし、送電網も別になってるの。よかった。デビルズブレスはセーブルに任せる。信用するの？他に選択肢ある？まずい。シートベルト締めたな。
計画にしてはちょっとお粗末なんじゃない？込められてる。倒さなきゃ。
度は何なの？いつものことでしょ。収集できたみたいね。ラストは平気だって言ってなかった？そのはず。行くわよ。見た目ほどひどくはないのかも。ポジティブ大好き。でも経験上見た目よりひどいんだよね。危ない！ユリ！落ちる！頑張って！平気？ええ。パーティーへようこそ。お待ちかね、花火大会の始まりだ。おい、てめえら仮釈放みたいだぜ。エレクトロがみんな逃がしてる。私はメイン制御室に行って状況を確かめてくる。了解。じゃあ僕はパーティーへ。みんな頼むからさ、静かに檻に戻って鍵かけてくれないね。頼むよ。
体が。これってまずくない？いや、大丈夫。びっくりするぜ、クマさんや。びっくり？一体何のこと？想定外の電力サージを検出。事故対応チームを要請します。電気火災を検出。火災抑制システム作動も。事故対応チームを要請します。システム故障発生。ねえ、状況は？僕、この8年で刑務所送りにした圧倒的な飛んで火にいるバカな雲か。スコーピオン、少し待っててくれる？今電話中なんだよね。電波が切れたみたい。平気？あんまり。エレクトロにライノに、今度はスコーピオンが逃げ出した。この刑務所どうなってんの？カメラはもうすぐ復旧するはず。また連絡する。オッケー、僕はエレクトロを追う。スパイダーマン、追いかけっこ好きだったろ？あいつを止めないと。無駄な努力だが、この姿勢だけを認めてやるぜ。能力者を教えてくれたら手加減してやるよ。交渉うまくいったことない。捕まえた。バルちゃん、元気にしてたか。それじゃあ楽しませてもらうぞ。今離せないんだよね。パーティーはもうすぐお開きだ。
レッジのニュースーツ気に入った？決まってる。どこで手に入れた？会員制クラブだよ。やらなくてもいいんだよ。こっちはやる気満々だ。オクタビアス博士。いい、一度しか言わん。貴様は手出しをするな。すべきことは分かっているな。成功した暁には礼を弾んでやる。行け。あそこ。終わりだ、ノーマン。化けの皮を剥いでやる。メイ、平気か？ええ、平気よ。これを配ってきて、お願い。ああ。治療薬の開発に取り組んでいます。セーブルインターナショナルが市内全域に隔離体制を敷いて、各地で厳重な警戒措置を維持しています。街中では警察とセーブルの部隊が脱獄囚と戦闘を繰り広げています。一方でオズボーン市長は、この脱獄事件と病気の蔓延はスパイダーマンに責任があると公言し、逃亡したと非難しています。
ですが確かな証拠のない中、疫病の発生源がこのマンハッタンにあるオズコープ所有の極秘研究所だということが本市の独占レポートで明かされてからというもの、スパイダーマンへの責任転嫁だと囁かれています。市長は疫病対策センターとともに今すぐ消せていると主張していますが、それに関する証拠は未だに提供されていません。オクタビアス博士、なぜ僕のせいだ。病院から連絡があった。無断で出てったんですって。町を救わないと。まだ14本も骨折してるって医者が言ってたわよ。192本は骨折してないってことだろ。助けてくれてありがとう。セーブルにバレるかと思ってヒヤヒヤした。あなたは今や第一ターゲットらしいから。僕って本当人気者。ニューヨークはどうなっちゃうんだ。さあね、世界の終わり、そんな気分。手を貸すよ。ありがとう。脱獄犯のギャングが徒党を組んで市街地全体を占領してるらしいの。略奪や地域住民への暴力、何でもあり。僕に任せて。他には？市長がシルバーセーブルにリーとオクタビアスを見つけるよう指示を出したって。それでセーブルが見境なく市民を検挙して町の拠点に監禁してるところ、尋問方法を強化したって噂も聞いたわ。まさか拷問？大丈夫、任せて。ここは僕らの町だ。奴らから取り返そう。ええ、部下がスーパービランと戦ってる。進展があったら知らせるわ。今はとにかくこの混乱を鎮めてきて。